ホンダ新型フリードスパイクハイブリッドフルモデルチェンジ 1.5 リッター iVTEC エンジンタスモーターの IDCD システム JC08 モード燃費 27km 2016年8月頃発売。ホンダはフリードとフリードスパイクのフルモデルチェンジを進めている。エンジンラインアップは2つ。新開発の 1.0 リッター3気筒直噴ガソリン iVTEC ターボエンジン、そしてベゼルに搭載されているIDCD システムの 1.5 リッター自家4気筒エンジンタスモーターだ。新型ステップワゴンがついに発売されたが、ダウンサイジングエンジン 1.5 リッター自家4直噴ガソリン iVTEC ターボを採し注目を集めているが、新型フリードも同じくダウンサイジングエンジンを搭載する 1.0 リッター3気筒直噴ガソリン iVTEC ターボエンジンを搭載して燃費アップとコストダウンを図る予定だ。現行のフリードハイブリッドの燃費が 21.6km で236万円からだが、新型のフリードターボは燃費を 21km 前後になり、価格も180万円からを目指していると思われる。エンジンについては直噴ガソリンターボエンジン VTEC ターボを新開発、 VTEC をはじめとした可変動電機構を適用し徹底した低フリクション化を図った新骨格エンジンをベースに、低イナーシャ高オートターボチャージャーと直噴技術により従来の自然吸気エンジンをしのぐ放出力コート力と低燃費を優れたバランスで両立した次世代のコンパクトエンジン、最高出力 127PS 20.4kgm と申し分ないスペックとなっている。そしてホンダの新ハイブリッドスポートハイブリッド IDCD の 1.5 リッター iVTEC タスモーターシステムを搭載する。ライバルのトヨタ新型シエンタはJC08 モード燃費 27.2km なので、ほぼ同じ燃費を出すことができそうだ。さらに先進の安全運転支援システムホンダセンシングを搭載する。ライバルは2015年7月9日にモデルチェンジをした7人乗り新型シエンタだ。発売日はかなり予定より遅れており、2016年の8月頃ではないかと思われる。現在日本国内で数多くの新型フリードのカモフラージュカーのスパイショットが撮影されている。本日はご視聴いただきありがとうございます。愛車を高く売りたい方、また現在所有するお車の査定金額を知りたい方は、画面下の説明文の URL を今すぐクリックしてください。傷だらけでもへこみだらけでも問題なし、廃車覚悟の10年落ちの愛車が売れた、無料であなたの車を65万円高く売る方法を公開中。詳しくは説明文の中のアドレスをクリック。なお、ご視聴した車チャンネルの動画の評価もよろしくお願いいたします。グッドクリックやコメントの機能からあなたの評価をお待ちしています。今後も他の動画を視聴いただければチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございます。